どうもメタヨシです。それでは早速お話を始めていきたいと思います。いつもチャンネルをご視聴いただきまして本当にありがとうございます。簡単にチャンネル紹介させていただきます。このチャンネルでは Web3 や NFT、ゲームファイ関連のサービスを明るく楽しく解説し、新たな暮らしの実現に向けてチャレンジをしているチャンネルです。最近はまあステップンだけではなくてですね、いろんなこう、Web3 のものであったり NFT ゲームに関する紹介などもできたらなと思っておりますので、興味を持っていただけた方はぜひいいねやチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。さて本日はこのような流れでお話をしていきたいと思います。皆さんなかなかご存知かわからないですが、アグレットっていうアプリがありますので、今回はそれの概要を説明させていただきます。でその後ですね、始めてみようかなっていう方のためにアグレットの始め方も紹介していきます。で最後まとめということで簡単にお話をしていきたいと思います。ではまずアグレットについてというところからです。このアグレットっていうものですね、今日の日付5月の7日に私知りました。で、5月7日に知っていろいろ情報がない中ですね調べていって、自分もアプリを導入しているっていうところなので、そこまでの情報、整理した情報をですね、出来たてほやほやではあるんですけど、お役に立てるかなと思ってまとめましたので、聞いてもらえると嬉しいです。で、逆に言えば情報がまだ少ない段階なので、不確定な要素もあったりします。で、分かる範囲でまとめておりますので、今後ですね、明日になって次の日になってくるともっと皆さんいろんなこう YouTuber の方々ですとか Twitter でいろんな情報が出てくると思いますので、とりあえず今日時点の情報ということで、皆さんも聞いてもらって、お役に立てていただけると嬉しいです。でこのアグレットなんですけど、ゲーム内通貨のアグレットっていうものを収集することができて、でそのアグレットでスニーカーを購入することができるゲームという風になってます。なのでステップみたいな形でですね、じゃあ靴を買ってそれで仮想通貨のアグレットみたいなのが取れてめちゃくちゃ稼げるようになるんだとかっていうゲームではないってことですね。はい。でアグレットだけじゃなくてゴールドアグレットっていうものがあって、そのゴールドアグレットっていうのはちょっとこうレアな通貨みたいな感じになってるんですけど、これは課金することで買うことができるというようなものになってるようです。はい。で、この通貨はですね、アグレットもゴールドアグレットもトークン化されているわけではないので、ムーブトゥーアン化って言われるとそんなことないのかなと思います。歩いてアグレットが収集できたから、いくら稼げるようになったとか、まだそういう状態には少なくともなってないというところですね。もしかしたら今後そういうことも計画されるのかもしれないですけど、現時点ではそういう話には、トークン化されているっていう状況ではないというところです。で、じゃあこのゲームって何なのっていうと、もともとは靴のコレクションゲームとしてリリースされているものというような、認識でいます。で、このゲームもともとはって言ってるんですけど、2020年の4月にリリースしているっていうような話になってますので、約2年程度ですね、もうこのコレクションゲームとしてリリースしているようなものだと、聞いてます。で、アグレットの CEO はアディダスの元ディレクターってことで、このディレクターっていうのがどこまですごい地位なのかっていうとちょっと僕もわからないですけど、実際アディダスの元ディレクターっていう経歴があって、別にアディダスとつながりがあるような状態であるというところですね。で、ゲーム内で入手できるスニーカーがナイキ、アディダス、ニューバランス、アシックス、バンズとかっていうもうめちゃくちゃ有名なやつがゲーム内で入手できるようになってると。これめっちゃうさんくさいなと正直思ったんですよね。これ本当かなっていう、その例えばステップンとかだと、どこかとコラボしましたっていうのだけでめちゃくちゃ一個盛り上がったと思うんですけど、もうナイキとかアディダスとか全部コラボってんのみたいな感じで思ったんで、いろいろこう調べてみたんですけど、ブログの情報ですね、参考にさせていただいたブログの情報だと、上記企業に許可を取っているっていうところが AMA で回答があったと。で実際にこう AMA を参加して聞いたわけではないので、ここに関してはその一時情報ではないんですけど、そういうような回答があったよっていうところまでは情報としてはありましたので、そこが本当であれば、かなり信憑性が高いようなアプリになるのかなと思ってます。で、このゲーム自体は初期費用なし、無料で始めることができます。で、ただその課金をしてゴールドアグレットとかっていうのを、
使っていけばまたレアな靴を手に入れたりとかっていうのはできるようになるようです。はい。で、アグレットのイメージどんな感じなのかなっていうところですなんですけど、絵としてはこんな感じですね。まあ靴だけじゃなくて本当人のあのアバターとかも出てきたりするので、まあ、そこがちょっとステップンと違うところかなと。で、逆に言えばその靴の画面とかは、まあ、他のムーブトゥアンでもいろいろ近いものがたくさんあると思うんですけど、まあ、あのステップンにも似てる部分は結構あるのかなと。耐久性みたいな 100% って書いてるのは耐久性とかだったりするので、そういうなんか要素はあの似てるところはたくさんあるなと思います。で、ただこの似てるところたくさんあるんですけど、アグレットがステップンのパクリかっていうと、逆にその、 あのステップンより先におそらくこのアグレットの方が作られていたことになるので、もしかしたらアグレットをステップンがパクってるのかもしれないなっていうのも一つこう思ったりしました。これは個人の感想です。はい。で、アグレットはですね、まあそのゲーム内通貨のアグレットを手に入れることでノーマルスニーカーっていうのを購入可能になってますと。で、まあ、さっきお話したようにゴールドアグレットでしか購入できないゴールドスニーカーっていうのもありますよと。で、ショップっていうのとマーケットっていうのがあって、ショップだと、まあ、運営が販売するような靴を買うことができますよ。で、マーケットではユーザーが販売する靴を購入することができますよっていう風になってるんですね。こういうのはちょっとまたステップンと違うところかなと思うんですけど、まあ、運営自体も販売してるしユーザーも販売できるよと。で、まあ、5月の14日から NFT スニーカーがリリースされるっていう予定であるというふうに聞いてますので、まあ、今ですね一気にこう過熱感、あの5月7日時点からかな、めちゃくちゃ盛り上がってきてると思うんですけど、ここ1週間で本当にこうマーケットとしてすごい一気に広めようとしていて、でそういう NFT スニーカーっていうのがリリースされたタイミングで、いろんなこう盛り上がりを見せる可能性はあるかなと思ってますので、始めようかなって思われている方は、まあ、少なくともこう5月中とかに、始めておくと先行者利益と言えるような状況に立てる可能性は高いのかなと思っています。で、私の予想としてはこの NFT スニーカーっていうのを販売することで、ある程度こう自分たちが、儲けを出す収益化をするっていうことが可能になってくるのかなというふうに思ってます。まあ、実際にこう進めてみないとわからないんですけど、まあ、そういう感じのゲームなのかなと予想しています。はい。で、ロードマップとかっていうのがいろいろこう調べていくと情報として出てきて、これどこにあるんだろうと思ったんですけど、これまあディスコードですね、アグレットのディスコードに登録して、まあ、ロードマップっていう風な感じで検索をするとこういったページが出てきました。で、僕自身ですね、英語が読めないので、あんまりこう、詳しいことは、調べきれませんでしたが、まあ、NFT 化していくっていうところが計画されているっていうのは少なくともわかりました。で、まあ、ツイートの情報とかいろんな情報を見る限り、年内中にこう NFT 化するような流れとか、いろいろこう、まあ、計画されているようなので、そういった形でこう、まあ、楽しみにしておいてもらえたらいいんじゃないのかなと思ってます。はい。で、アグレットの、まあ、その組織について、どんな感じの、まあ、広がり具合なのかっていうのを、まあ、調べるために、まあ、Twitter とか、YouTube とか Instagram とかもちょっと調査をしてみました。これは本当に自分なりに独自調査をした結果です。で、まず Twitter のフォロワー数は7073人、私が調べてみた段階で7073人でした。おそらくこの動画を公開する頃にはもっと増えてるんじゃないのかなと思うんですけど、私が5月7日の夕方にチェックした時点ですと5000人台でした。で、一気にこう増えて6000人超えて7000人になってるっていう状況なので、今爆発的に広がってきてるのかなというふうに思っています。で、一応このツイッターをバーってこう見ていってですね、まあ、1572件のツイートがあるってことなんで、最初のツイッターツイートっていつなんだろうっていうのを見たら2020年の11月のツイートがあって、まあちょっとよくわかんないあのツイートはしてたんですけど、まあその頃から確かにその、まああれですね、スニーカーに関するようなツイートをしているので、このアカウント自体はあの本物のアカウント
なんじゃないのかなって個人的に判断しました。まあ皆さんの見解もいろいろあれば教えてほしいんですけど、まあそういうふうに僕は判断しました。で、最近盛り上がってるツイートとしては、5月6日にツイートされた内容なんですけど、固定ツイートになってます。で、アグレット NFT が到着しました。で、ゲームは進化し、私たちはあなたをメタバースに乗せるためにここにいます。で、アグレット NFT をホストする公式 NFT プラットフォームとして、イミューテーブル、ちょっと読み方忘れちゃいました、と提携していますっていう話があって、でここからおそらく盛り上がりを見せたんじゃないのかなと推測しています。で、これが何なのかっていうと、イーサリアムのレイヤー2のプロトコルっていう風になってて、まあ、そこと一緒にこう提携をするっていうことで、こう、アグレットの NFT シューズっていうのが今後売買されるような未来っていうのが見えた。でこ、そういった流れで、過熱感が広がっているっていう状況に今なってるんじゃないのかなと推測しています。はい。で、インスタグラムを見ると、まあ、フォロワー数が9724人っていう状況です。で、YouTube のチャンネルは全然盛り上がってないようなんですけど、チャンネル登録者数が700人。で、YouTube の動画の最初は、まあ、1年前から出ているので、まあ、本当にこう、ずっと頑張って活動はしてるのかなというふうに思っています。はい。で、アグレットの、中でですね、こうリツイートしてるアグレットの公式アカウントがリツイートしてるやつで、このファナさんっていう方の、ツイートがありました。でここ、まあ、結構日本人向けに今リツイートしてるんだと思うんですけど、いろんなこう Q&A があったので、まあ、そこちょっと一部抜粋して紹介します。で、このアグレット日本語対応するのかっていう話だったんですけど、まあ、日本向けのローカライズを急いでいるところです。で、正直に言うと日本とアメリカは最初のリリース時から目標としていた国でした。で、アグレットはアメリカでより大きな反響を呼んだので、今は、早急に日本語対応にも取り組んでいますとあります。なので、まあ、日本やアメリカをマーケットの対象にしているってことがあると思いますし、まあ、こうやって今、まあ、5月7日時点でいきなりこうなんだっていう形でツイッター見てる方はですね、急にこう出てきたっていう印象だと思うんですけど、今勝負をかけてる時だと思います。なので、まあ、そういった日本をターゲットにして今広めようとしているっていう、まあ、意図はここに見えるかなと思ってます。で、ステップンどう思うか、違いと強みはっていうところの質問があって、でこのステップンはアグレットの明らかなパクリであり、その上にネズミ講が重なっていると考えています。でお金を突っ込めば簡単に儲かるように見え、それにより人が集めるので、ある程度の期間はうまくいくと思います。しかし持続可能性は皆無でしょうみたいな感じになってますね。で、アグレットのビジョンはステップよりはるかに大きいです。私たちは地図と位置情報を使って新しい e コマースを創造しようとしています。で、フィットネスはあくまでその一部であり、目標は文化や都市での移動方法を再構築し、 NFT やその他の資産を作り出すということですというふうにあるんですけど、まあ、これ、まあ、本当にこうパクってるっていう可能性も、まあ、確かにあるのかなと思います。そのアグレットが2020年時点で始めていてっていうことだとしたら、ステップンはこのデザインを参考にして、アプリを作ってる可能性は、まあ、十分にあるのかなと思ったので、まあそうなんだろうなと。で、アグレット自体はただ歩くだけではなくて、ポケモン GO みたいな感じで、地図上のなんかこうここまで歩いたら、そういうアグレットの通貨が手に入りますよみたいな、ゲームになっていて、まあ、そこもちょっとあの他の、ムーブトゥアンと違うところなので、ちょっと面白いところだなと個人的には思ってます。で、独自トークン出すのかい、上場時期はとかって書いてるんですけど、まあ、それもあの計画中ですと。で、今年の後半に予定されてますってことなんで、まあ、将来的には独自トークンが出ることも予定しているということなので、この時点で始めておけば先行者利益になる可能性っていうのは十分あるのかなと思ってます。まあ、なんかスウェットコインとかみたいな感じで無料で始めてコインゲットみたいな感覚でとりあえずこうやっておいて、でそれがもし上場することがあればすごいでかいかもしれないというような感じですね。で、こちらがアグレットのデジタルグッズが現実世界に召喚される例みたいなツイートがあって、でこの中身見ると、まあ、これ翻訳してるんですけど、アグレットの新しい NFT 機能はアプリ内のゲームプレイをどのように前進させますかというような話で、
全部ちょっと読まないですけど、まあ、後半の文章で年内に私たちの NFT は USDC とイーサの両方で売買できるようになりますっていう話書いてますよね。なのでまあそういうことも計画をしているというようなところも、まあこの記事からもわかるかなと思います。はい、いろいろお話しさせていただいたんですけど、まあこれがもし詐欺プロジェクトではないのであれば、まあ、将来的にトークンになった時に盛り上がる可能性があるかなと思ったので、今早めに紹介させていただいているというようなことがなんとなく伝わっていただけたら嬉しいなと思います。であくまで、僕は依頼されてやってるわけではないので、まあ中立な立場というか第三者的な目線で紹介させていただいております。で、僕はこれを調べた中で始めてみようかなと判断したので、今動画にしているというような状態です。でじゃあこれから、アグレット始めようという方のために、まあ、簡単にですけど始め方を整理してみました。で全部英語だったんで、まあ、自分自身もよくわかんないところはあるんですけど、まあ、実際始めることができたので、まあ、この流れでやってもらえたら問題ないかなと思ってます。はい、でまず始め方なんですけど、アグレットのアプリをインストールしてくださいと。で Android と iOS どちらも大丈夫ですよってことなんで、まあその URL ですね、概要欄の方に貼っておこうと思います。で初期設定をいろいろやっていくんですけど、次のページ以降で説明をしていきます。でまあすごいざっくり説明していきます。アプリ立ち上げると Get Started とかって出てきます。あ、ちなみに僕 iPhone でやってるんで、もし Android で違ったらすいません。でも多分ほぼほぼ同じようにできるんじゃないのかなと勝手に思ってます。Get Started ってして、まあ、Next Next Let's Go っていきます。で最初 Choose Your First って出てくるんですけど、まあこの中からですね、最初の靴を選ぶみたいなんですけど、まあ、完全にポケモンみたいだなと思ったんですけど、まあ、3種類ある靴で一番好きなのを選んでください。僕はなんか真ん中のやつを選びました。で右下の COPEM って書いてるやつをなんか押します。でそこから、First of Many って出てきて、そこから Yes って押します。多分、靴白いよみたいななんかことを言ってます。で、アグレットっていう紫色の画面が出てきて、これめちゃくちゃビビりました最初。これやばー、なんか騙されたのかなってすごいドキドキしてたんですけど、これ待ってたら次の画面出てくるんで、そのまんま待ちましょう。で待ってたらこんな感じで出てきて、タップ、Twice to Start Unboxing って書いてるんで、アクワクを2回タップします。タップってしたら、次フリックすると、まあ、指先でこう上とかに弾いたらこの箱がパーンって開きます。で、開いたら、まあ、靴が出てきますというところですね。で今からあなたのアバター作りましょうって出るんで、まあ、レッツゴーで、作ろうとします。これマスクついてるんでちょっと笑っちゃいましたね。なんか、まあ、コロナだからなのかなって感じですけど、はい。でなんかいろいろ僕適当に変えました。別に変えなくてもいいと思うんですけど、まあ、これはあんまり感覚的に英語わかんなくてもなんとかなると思うんで、自分のやりたい形でアバター作っちゃってください。はい。でまあ、ここからですね、まあ、NEXT って押したらアカウントの登録に画面になりますので、まあ、ここで、一番下のなんか同意みたいなところをチェックつけて、で、まあ、Google 認証でも Apple 認証でも Email 認証でも何でもいいと思うんですけど、サインアップをします。で私は下の Email で登録をしました。で、Email の登録の場合の画面になるんですけど、Email アドレスを入力して、まあ、確認用の Email アドレスも2回目入力して、で at ユーザーネームって書いてるところに、まあ、自分の登録したユーザー名を入力しますというところですね。で、次紹介コードの入力をしていきます。で紹介コードを入力するとですね、お互い僕と、まあ入力した人がそれぞれですね、1000コイン獲得することができると。まあ、1000コインの価値がどんぐらいなのかって感じなんですけど、まあ、1000コイン貯まると新しいシューズが買えるぐらいの価値らしいので、まあ、現時点ですとお互いメリットある話なので、やっていただけるととても嬉しいなと思ってます。はい。で、そういった形で登録をしていきます。あ、で紹介コード概要欄の方に書いておきますね。はい。で
この後オンワーズとかってやって、でフィットネストラッキングとかいろいろあるんで、まあ、OK とか許可とかっていうのをやっていくととりあえず大丈夫です。一応こう、通知の設定ですとかアクセスの許可とか、まあ、そういった形のものになってます。で、コンティニューとか許可とかっていうのをやって、まあ、位置情報の許可とかもやっていきます。で、Always Allow とかで Next とか Done とかっていうのをやると、まあ完成するというか初期設定おおむね終わります。で、なんかいろいろこう多分ですね、これ英語読める人が見たら普通にこう、やり方細かいマニュアルが書いてあると思うんですけど、まあそれは読めたら読んでもらったりし、僕は読めなかったんでバツって押しました。で、一応これでまあ終わりです。まあいろいろこうその後も画面出てくるんですけど、そのまんまこうやっていけば最終的に完了できました。で、一旦今回始め方っていうところなんで、まあ、細かいあのステータスの見方とか、まあ、そういったものはまあ、需要があるようでしたら今後もまとめて出していこうかなと思ってます。では最後まとめということでお話をしていきたいと思います。まずアグレットっていうアプリがですね、5月7日時点で急に話題になってきました。で、まだ情報少ないんですけど、始めておくことで先行者利益が得られる可能性はあるかなと思ってます。例えばまあ年内中にトークン化するとかってなると、この、アグレットっていうゲーム内通貨がめちゃくちゃ溜まってる人は一気にこう価値が上がってくると、可能性があるかなと思ったんで、まあ、こういう風に紹介させていただいております。で、今後ですね NFT ゲームとしてですね、まあ、靴を持ってるだけでそれがまた価値に変わる時とかも来るかもしれないと思ってます。はい。で、ステップンとですねある程度は併用可能だと判断してます。マップ上の場所に歩いていかなきゃいけないっていう要素があるので、完全にこのアグレットを無視してただ歩けばいいかというとそういうわけではないような気がしてるんですけど、まあ逆にこうちょっとアグレットも意識してその、目的の場所まで歩きながらステップをやるっていうことはできると思うので、そういう意味では併用も一部可能かなと判断しています。はい。で、私の見解として、とりあえず始めようと思いました。あくまでこのゲームを始めるかどうかは自己判断で、始めていただけたらと思うんですけど、まあ先行者利益を今回、得られる可能性があると思ったので自分は今チャレンジしてみてます。まあそういうのをチャレンジしてみようと思われる方は、まあ、今日の動画を見ながら始め方まで公開してますので、それを見ながら始めていただけると嬉しいです。で、私自身もですね今後いろんな情報が出てくると思います。明日、明後日、まあ、1週間後とかになるとまた全然変わってくると思うんですけど、まあ、今後の情報を収集しながらですね、これを継続してやっていくのかとかも含めて判断していこうかなというふうに思ってます。はい。こんな感じでですね、まあ、いろいろこう、今回は新しいアプリを紹介させていただきましたし、普段はステップに関する情報を日々分析したりしてます。まあ、興味を持っていただけた方や役に立ったよという方はですね、いいねやチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。では今日はこのような形で終わっていきたいと思います。どうもメタヨシーでした。ありがとうございました。またねー。